岡山城の天守殿の礎石、前回も撮影したんですけど、アップされてなかったようなんで、もう一度撮り直しです。天守閣の礎石。20年の空襲で全部なくなっちゃってるんですよね。ですから元の位置に鉄筋コンクリートで再建されたため、そこにあった礎石、つまりここにあったわけじゃなくて、後ろの天守の位置としては今のコンクリート天守のところにあったんですけど、そこに配置されてた石垣を、礎石をですね、ここに持ってきて並べたと。だからこのような配置であったんではないかっていうことですよね。まあ、絶対こうであるっていうか、こんな小さいわけないんで、もっと大きいですからね。だから礎石をこう並べたという場所に。この石を使って、だから元から、天守は下にあったわけです。建物は消失したわけですけど、これがね、その当時のものがあったということで、ここに合わせています。それと横にありますので合わせて、門がありますのでね、ちょっと変わった名前の門で、61寛義上門、下門があるんですかね。寛義門ですね。ちょっと小さめですけど、川手に通じるもんで、まあ、61段あったと。その意味の61と。岩儀は作りで神の門、おそらく下の門とはいくつか門があったんでしょうね。川から勝手に入られちゃうと思いますから。ただ川手ってことは船で、海城ではないんですけどね、船から荷物を下ろすときはこっちを使ったのかもしれませんね。ここね、出入り禁止っていうか、通用門にされてないんで勝手に入ることはできないんですけど、外観だけになりますね。少しこう離れていると感じが分かりますけど、多分ここへ上がってくるまでに61段っていうと何メートルでしょうかね、結構あると思うんですけど、まあ、そういう意味では、ここ直接本丸へ入れるわけですからね、こんな小さいもので大丈夫でしょうかっていう話ですよね。表はあんなに石垣とか頑固なのに、はい、本丸にあります寛義門でした。